どうもダイ助です今回は僕の好きな小説有川宏さんの「ヒアカムズ・さんのあらすじと見どころについて紹介したいなというふうに思います有川宏さんってあの図書館戦争シリーズを執筆されてる方なんですけどなんか他の,あの有川宏さんの作品片っ端から読んでっ,読んでっていたらこの作品にたどり着いて、まあ、なんかヒューマンドラマなんですけど結構面白かったんですよねということでどんな内容なのかお話ししていきたいなというふうに思いますなんかね大きく分けて その短編集とは言えないけどその前半と後半で2つの話に分かれてるんですよねでまず1個目の話があとかまあ主人公たちは同じなんですけどパラレルワールドで前編と後編でわら分かれてるんですよねでまず1個目の話が、まあ、あの主人公たちは変わらず編集者で働く人たちなんですよねあの男性のお兄さんの慎也さんとそして女性の同僚のかおるさんこの2人が主人公なんですよねで慎也君は あのまあ、結構やり手なんでですけどその同僚とかの中でもねただあの同僚の中のルちゃんも結構優秀なんですよね。で、まあ、編集者の中でもいろんな小説を書く人とか作家さんに対して「締め切りなんですけど」ってあの詰めたりとか,なんか書いてもらったやつに対して「こここういう表現がいいんじゃないですかね」みたいなふうに打ち合わせするみたいなお仕事をあの2人ともされてるんですけど。まあ 当然その作家さんもこだわりがあるというかアーティスティックなところが多いからいやこの文章はこういう解釈があるからこの文章のままがいいみたいな風に日頃から折衝というか衝突があったりするわけなんですよねそこを新薬はうまくその取り持つというかお互いのいい妥協点を見つけるとか交渉するのがうまいわけなんですよねで一方で同僚のルさんはなんかそういう細かいことが苦手で正直に自分の気持ちを「私はこの主人公のこう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 いう気持ち」 ここの状況でうういう気持ちだと思うんですだからこういう言葉の方が適切であのいろんな読者たちの言葉に響くとあの思うんですみたいな風に直球であの、まあ、ぶつかので信也くんはいろんな仕事を企業にこなすわけなんですけどあの、まあ、作家さんたちから「また君と組みたい」っていう風にとか数回しか会ってないのに。 ああの編集者あのあの編編集集者が担当じゃないのかねみたいなふうに薫さんのこと言われたりとか、まあ、それぐらい薫さんと会った人たちはみんな薫さんにその外見的な魅力とかじゃなくてその内面的にその人間として引き付けられていくところを同僚として新約がはずっと見ていたから薫さんのことを羨ましいというふうに思ってるわけなんですよね。であのその一方で薫さんは日頃ちょっと雑談してても自分に自信がないわけなんですよね。 その深夜深夜の方がすごいよって私は一生懸命するしか脳がないんだからって一生懸命ぶつかるしか脳がねないんだからって私はその脳がないから父親に捨てられたんだからっていうわけなんですよねそう何かトラウマがあるっぽいんですよねまあ深夜君からしたらそのなんかそうやって一生懸命に自分の気持ちを伝えられて一瞬でそのいろんな人たちと打ち解けられるっていうのは自分が欲しくても手に入らない能力だから羨ましいわけなんですよ 結局人間ってね自分が自分が持ってないもの,の欲しがるんですよねで僕たちが憧れている人は僕,僕たちは憧れている人になれないし憧れている人たちも僕たちにはなれないんですよ人間は自分の背中に張り付いている自分だけの武器を軽視してそして他の人の背中に張り付いている個性をいいなっていうふうに思い込みたがるんですけどまあその人間の心理が現れてる典型的な例ですよねまあ話は戻していくんですけどそのある日 その世界中で今人気のダブルバインドっていう映画だったかなそれの、まあ、めっちゃ売れてるんですけどそのこれどうやって作ったんだってアメリカとかで売れてるけど脚本家日本人らしいぞでなんかその日本人がうちの編集者ポラリ,ポラリスっていうところになんか取材交渉 OK って来たぞうってこれどでかい案件だぞっていう風になるわけなんですよねでその脚本家の名前は春っていうんですけど その春夏秋冬の春じゃなくてちょもうマインドマップ直すのめんどくさいから <laughs> 春夏秋冬の春にしてるんですけどあの英語で HAL で春なんですよねで春っていう男性らしいんですけどその春さんは薫ちゃんのお父さんなんですよねでその薫さんの薫ちゃんのつながりで何とかコネクションができたらしいんですけどで薫ちゃんはもう ささんんんととお父さんと20年ぐらいい会ってないんですよね。小学生の時に別れて以来で正直顔もあんま思い出せない状況で空港で待ち合わせしてるけどあのもう正直お父さんが誰か分かんないからそしてもう久しぶりに会うのが怖いから深夜ちょっと一緒に来てっていうわけなんですよねまあ仕事兼久しぶりの感動の親子の再会なわけなんですけどでカオルちゃんのお母さんも「カオルあんた久しぶりだからお父さんの顔覚えてないでしょ」って。 この取材の後私たち3人で久しぶりに飯行くんだから、リちゃんと私とお父さんとで飯行くんだからあの、まあ、私もついてきたわって言うわけなんですよね。もちろん取材中,取材中は邪魔にならないように、どっか別の場所で時間潰しはするわけなんですけど、であの、しんやくんもドキドキするわけなんですよねそんな。そんな場所に俺もお邪魔していいのかっていうふうになるわけなんですよね。であの 春さんこちらですっていう風にそのウェルカムボードみたいなやつを掲げて待ってるわけなんですけどそこでなんか普通の中年みたいな優しそうな感じのおじさんが「どうもハルです」って「久しぶり薫てあのカ子ルちゃんのお母さんのことテルコって言うんですけど言うわけなんですよねでんやくんもあの雑誌編集部あの雑誌ポラリス編集部ですって今日はお忙しい中ご足労いただきありがとうございます」って他にもそのあの こういうまたとない機会だからいろんな人たちが動員されてなんかその編集部の奥の部屋に通されるわけなんですよねただその前にあのハルさんがカオリちゃんに対してこれカオリに向けて手紙書いたんだよかったら後で読んでくれないかなって渡すわけなんですよねただカオリちゃんは久しぶりにお父さんと遭遇してなんかいろんな感情がぶり返してきて あんんまいい思いい思出もないんでしょう、ね、その冒頭で私はお父さんに捨てられたっていうふうに言っててまあその照子さんとハルさんも離婚してるんですけどただ何を今更っていうふうになってその仕事もほっぽり出して絹草をあの返して帰るわけなんですよねただその待ても変わるっていうふうに新から止めに行くわけなんですけどハルさんに詳しく話を聞いてみたらまあその仕事に集中するためにアメリカに 行くこと決めたわけなんですよ、ね、日本の仕事がうまくいき始めてねただ、まあ、照子さんは、まあ、娘がそんな急に環境変わったらかわいそうでしょと私,私たちはついていけませんと行くなら一人で行ってくださいっていことで離婚したわけなんですよねであのまあ年に数回とか手紙だったりとかいろんなプレゼント送ったりとかしてたわけなんですけどで今薫ちゃんは 高級そうな腕時計してるんですけどそれはお父さんというかハルさんからの贈り物なんですよねその時計まだしてくれたんだっていうふうに言ってからカルちゃんはきびを返して帰り始めたわけなんですけどカオルちゃんはもうあの手紙の返事でもう顔も覚えていませんわざわざこんなプレゼントもらっても何も返せませんもう送らなくていいですって、まあ、いろんな葛藤があったと思うんですけどもちろんお父さんのこと嫌いじゃないけど 正直顔も覚えてないとかそんなになんか手紙とかプレゼントを送られても反応に困るっていうことでそしてもともと私たち捨てたんでしょっていうと,と,ところもあってだからこそちょっと反抗,き反抗的に出ちゃうというかそういうような言動をしてしまうわけなんですよねでそういうような手紙を書いたのに、まあ、やっぱいざ対面して時計のことを言われたりとかそのプレゼントいりませんっていうふうに言っておきながらも時計大事にしてくれてるんだって話だったりとかまた手紙書いたんだっていうふうに言われたこととか いろんな感情がぶり返してその場にいられなくなっちゃったわけなんですよねでまあ真也君の説得でかおりちゃんはなんだかんだ戻ってくるわけなんですけどそのなんだかんだも結構長かったんですよ真也君頑張ったんですけどで編集部の人たちと春さんへの取材を始めるわけなんですよねただその実際に取材している人たち以外の人たちがあの他の控室とかで「あれが春さんか」みたいに言ってたんですけどこそこそと「おい真也」深夜 あの人本当に春さんんかっていうわけなんですよね。というのもハルさんはこれまでそのメディアの露出が全くなくて1回だけハルさんであると思われる方がなんか講演かなんかに参加してその集合写真で唯一東洋人の人がいて多分この人がハルだろうっていうふうに思われていたわけなんですけどそのハルさんは背丈とか顔がシュッとしてるとか全然外見が今のハルさんと一致してないんですよね。ひょっとして今、 取材を受けてるおっさんは春の名を語る偽物なんじゃないのかっていうふうになるわけなんですよね。いやけど照子さんとか,かおるちゃんとかがまあかおるちゃんは顔を覚えてないっていうふうに言ってたけど照子さんが普通に応対してるってことは本物なんじゃないのかっていうふうになるわけなんですけどただ編集部の人たちがちょっとぶしつけとか失礼なんですけど「すいませんあなた本当に春なんですか?」って「こうこうこういうことがあって」って言うわけなんですよね。であの。 まあちょっときついないやその話を思い出してたわねまあ薫ちゃんはさっきお話したように最後に出会ったのは物心つく前というか小学校12年とかなんですよねお父さんの顔なんて覚えてないわけなんですけどその話を聞いてあなたは私のお父さんじゃないのって私を騙したのってハルを名乗る男に叫び倒すわけなんですけどその1個お話ししたいんですけど薫ちゃんはそんな ヒステリックなというか、めんどくさい女ではないですよ、その話を通して、ね、話を読んでたら分かるんですけど、ちょっと僕の表現の仕方が下手なのかもしれないですけど、まあ、それぐらいトラウマというか嫌な思い出があるということなんですよね。ただ、の正直なお話します。私は春です。って言うわけなんですよね。ただ、厳密に言ったら、薫ちゃんと照子さんの肉親のではありません。肉親じゃないか、あの家族ではありませんと。春の代理人です。 いうわけなんですよねでそのハルを名乗る男性は榊って言うんですけどハルさんの親友なんですよね。でまあ先に言うとその本物のハルさん薫ちゃんの本物のお父さんはもうすでにこの世を去っているわけなんですけどただ親友の榊さんがハルさんの思いをついあのお父さんの思いを継いでハルとして活動を続けているってわけなんですよね。で榊さんは。 あの春に対して学生の頃から白石春夫って言うんですけどその死んだ男性はね情熱的でちょっとつ問をしんですごいいろんな才能にあふれるアーティスティックな才能にあふれる人だったんですよねで唯一春が心を許,許してくれたのはその榊君と今の,あの奥さんの照子さんだけだったんですよねで春はずーっと仕事熱心で仕事一直線でその 照子さんが妊娠して薫ちゃんが生まれてもずっと自分のことに熱中していたわけなんですよね家庭に全然帰ってこなかったわけなんですよね全然浮気とかもしなかったんですけどもう本当に仕事というかアートあの脚本活動が大好きでであのまあだからこそその忙しい春の代わりにまあ親友の家族も榊さんにとって大事だから薫ちゃんたちのとか薫ちゃん赤ちゃんの面倒を見に行ったりとかそして。 そのてる子ちゃんから照子さんから「おい春をあのそろそろ子供の名前決めないと出生届の期限が決、ま、あの迫ってるぞ」ってこの前も言ったよなって言うわけなんですけどだったら春は「あじゃあ薫で」って速攻で決めるわけなんですよねでその薫って名前って今書いてる脚本のメインヒロインの名前なんですよお前そんな適当に決めていいわけねえだろっていう風になるわけなんですけど春は情熱的で。 自分のの世界が最優先でで人の話を聞かなないタイプなんですよねだからこそここまで成功してこれたっていうのはあ,あるのかもしれないですけどだからこそあの榊さんはそのなんだろうまあたまにしか本物の春は家に顔を出さないわけなんですけどけどあんまりその愛想がいいわけでもないんですよねで榊さんが代わりにあの照子さんとか薫さんに会いに行って あの本物のパパの代わりに薫ちゃんと遊んだりすると薫ちゃんも小学校1年生の時とかに薫こっちのパパの方がいいっていうふうにあの抱きついてくるわけなんですよねその時にもうなんというかもうすごいその気持ちは嬉しいけど親友があの下にされているということないがしろにされているということに対するもうとかあのなんだろうここでかりさめの なんか春のことを裏切って俺が本当にパパになってやろうかみたいな感情が芽生えてしまい自分自身に自己嫌悪をしたりとかいろんな感情が複雑に入り混じるわけなんですよねまあお母さんもパパじゃないでしょ榊さんでしょっていうふうに言うわけなんですけど、まあ、物心つくがつかないかの薫ちゃんにはまだ判断が難しいということでというか薫ちゃんにとってはもうほとんど顔を合わせない 本物の父親より本物の父親のように振る舞ってあの頻繁に会ってくれる榊さんの方が本物のパパだっていうふうに思うようになっていてそのまま春も榊さんも20年ぐらいその香里ちゃんたちから姿を消したというかアメリカに渡ってたわけなんですよねそしてまあ春さんの才能は世界中でさっきお話したようにそのどんどん有名になって有名あの ダブルバインドっていうすごいめっちゃ売れた映画の脚本を書いたっていうこともあって日本に帰る時間なんてなくなるわけなんですよねただそんなある時春が「まあ榊薫薫は照子は元気か?」っていうふうに言ったわけなんですよねこの機会逃してはいけないって会いに行けっていうふうに言うわけなんですよねで「そうだな会いに行くか」っていうふうに言ってタクシーに乗って空港に向かってたらそのタクシーで事故にあって そのまま息を引き取るわけなんですよね。で、死ぬ直前にその呼吸器とかつけてで「榊俺のこと虚しいなんて思うなよ」ってあの「俺はその仕事熱心で仕事一筋で家族のことを顧みなかった結果家族に会うこともできずにこの世を去るそんな惨めな男だと思うなよ」って「俺は自分のやりたいことをできて幸せだった」っていうふうに言ってこの世を去るわけなんですよね。ただ、坂木さんは あのまあ娘たちがあまりに不便じゃないかということでそ,のそして春がこれまで書いてきたあのま,まだ世の中に出してない作品とかもあるとこの春の才能を全部埋もれたまま終わらせるのはあいつの意思に反することだっていうふうに思って春の名を継いで活動していてでもちろんそ,のそれって春の名を語って春をゴーストライターにしてお金稼いでるだけでしょっていうふうに思うかもしれないけど。 この榊さんはつつましい生活を送ってその金は照子さ,さんに送っているというか還元しているわけなんですよねで榊さんがそのやりたかったことというか春の意見を聞きたかったと,と,として春は死ぬ前にその娘と一日デートがしたいなって言ってたわけなんですよねで榊さんはその薫さん薫ちゃんに対してよかったら 今度春の墓参りに行ってくれないかってあいつが欲しくて欲しくて仕方なかった薫ちゃんとの一日デート券をそれに使ってくれないかって言うわけなんですよねそうその願いを叶えるためにお金とか名誉とかを春から横取りしたいわけじゃなくて親友の願いを叶えるために榊さんはずっとひ,あのひた走り続けてきたわけなんですよねでまあその日の夜に照子さんと るちゃんと榊さ,さんは3人で食事に出かけたっぽいんですけどでまた榊さ,さんはあのアメリカに戻るわけなんですよね春として活動するために。で信也くんはまあお互いるさんといい仲っていうのもあるし3人のるちゃんの家庭環境も良くなったっていうのもあって家庭仲も良くなったっていうのもあって多分榊さ,さんはいや春はまたきっと近いうちに日本に帰ってきてまた会えるだろうっていうふうに思ったところで。 物語の前半が終わるわるけななんですよねなんかすごい爽やかな話だったなっていうふうに思うんですけどもう一個が「ヒアカムズ・さんパラレル」って言ってもう一つの世界でその白石春夫が生きていた世界線の物語が描かれるんですけどそして榊さ,さんがいない世界線なんですけどこっちがねもっと現実味があってめちゃくちゃ面白いんですよねいやさっきのも面白かったんですけどねで物語はその ルちゃんと新薬が付き合って2年ぐらい経って30歳になった時から始まるんですよね、まあ、2人は結婚を考えてるわけなんですけどルちゃんがおもむろに私父親死んだ昔に幼少期の頃死んだっていうふうに言ってたけど実は生きてるんだよねって結婚の話が視野に入ってきたからそういう話をするわけなんですよねでもう20年以上会ってないとただ私会いたくないだ結婚するってなったらこの話はしなきゃいけないと思って新夜に言うねって であの男は春はお母さんと私を捨ててアメリカに行ったのってでしかも逃げるようにアメリカに行ったのって日本でもともと中津飛ばすの脚本家でろくに耐性したこともなかったのになんか自分はここじゃ自分の居場所はここじゃないっつってろくに英語も話せないのに海外に行ったのってで多分全然成功してなくてお金もないから帰ってこれないはずなのになんか今週末帰ってくるらしいのよねっていうわけなんですよね でお父さんは、まあ、残念なことにこっちの世界線の春はもう中身スカスカのまま大人になっちゃった人なんですよね。その子供の頃に「俺このレアカード100枚持ってるんだぜ」みたいな風にホラーを吹く人とかいたじゃないですか。えそんなに持ってるんだったら1枚くれよとか今度見せてくれよみたいな風に言ったら。 いやちょっと家の大事なコレクションだからあ,あんま外に出せねえなとか学校の規則で持っていけねえだろうみたいなふうにそうやって取り繕ったらあこの人嘘なんだなっていうふうに分かるじゃないですか。とか例えば「俺最近彼女できたんだよね」へ「へえ顔写真見せてよ」「いやちょっと写真はあんま撮らないタイプだから」っていうふうに言ったらすぐ嘘がバレるじゃないですか。みたいな感じでお父さんは春は「俺はこの映画の脚本を書いたことがあるんだよ」 みたいなふうに幼少期から言ってて「へえパパすごい!」っていうふうになって実際は全然書いてないんですよコンペに落ちまくってて自分のクリエイティビティというかハルさんの文章は一切入ってないわけなんですよねで薫ちゃんはお父さんを盲目的にというか純粋に信じて学校のクラスメートで「今人気のこのドラマの脚本って私のパパが書いたんだって」って「でえー、嘘だ」「いや嘘じゃないもんパパが言ったもん」ってじゃあ お父さんん名前なんだよって「ハルって活動名前で活動してるらしいけど」って「けどハルって名前どうやら入ってないぞ」って「ほんとだ」って家に帰って「お父さんなんか友達の友達にこうこう言われちゃってハルの名前入ってなかったんだけど」って「いやあの俺は最初の企画段階でその協力しただけであって最終的にそのなんかあの。 手を加えた人た人ちのの名前が書かれるようになっっててやっぱその字幕エンドロールがあんまり長すぎるといけないだろうだから俺の名前入ってないんだってそういう言い訳をしてでお母さんあのカオルちゃんがあそうなんだってで学校の友達にこうこうこういう理由でお父さんは入ってないらしいよって今日友達は「へえそれって嘘じゃね?」お前の父ちゃん嘘ついてんじゃね?」とていうか「薫ウつきじゃね?」っていうふにどんどんみんなから疑いの目で見られていくそんな。 幼少期を過ごしていたわけなんですよねだからこそ薫ちゃんはそうかお父さん嘘つ,つきなんだってお父さんのこと信じられなくなるわけなんですよねでそれに加えてお父さんは海外に行くとか言って、うん、照子さんはもうあなたには付き合いきれませんと行くなら一人で行ってって離婚しましょうというふうになるわけなんですよねそんな年齢の割に中身すっからかんな残念な大人なんですけど そんんんななな人に今更ちゃんは会いいたくないわけなんで、すよねでもう一人で会うの嫌だから、で、お母さん塾の先生してて、もともとお父さん結婚してるとき、ひ生活していたわけなんですよねで。だって脚本家で全然売れなかったんだから。で、お母さん、今も塾の先生してて、お父さんが帰ってくるとき、忙しいから、私一人で会いに行かなきゃいけないの。けども、一人じゃ、正直、心もとないというか、あの間が持たないというか、正直、会いたくないから。 クッション役としてまあ将来結婚した家族になる人なんだから会わなきゃいけないなっていうふうに深夜くんも覚悟を決めるわけなんですよねで空港に行くわけなんですけどなんかかおりちゃんがその日休日だけど休養が入って「ごめん私ちょっと仕事しなきゃ」って土曜日あの信夜一人で。 お父さんん迎えに行ってってて言うわけなんですよね。地獄。俺絶対いやまあまあ誰だってなかなかその心理的負荷の大きい状況なんですよねでハルさんこう「ウェルカム」っていう看板を持ったまま突っ立ってたらなんかなんだろうねダサいというかそのそ外面だけよく見せかけた外側のスーツだけ上等だけど靴はボロボロでトランクもボロボロで。 トランクというかそのケースもボロボロで中のシャツももうヨレヨレの急いでそのスーツの外側だけ新しいのを新調しましたみたいな感じのおじさんが「な君は薫とどういう関係だね」って出会,うた出会っていきなり一触即発というかブチ切れてくるんですよね薫さんが本日仕事であのちょっと休養で会え,なくあの会えなくなったということで代わりに 同じ職場の私があの「お家まで案内させていただくことになりました」って言うわけなんですよね普通の同僚にそんな仕事頼まんだろうもしお前はカオルの彼氏かってすごいなんか剣幕で怒鳴ってくるんですよねうわもう声きついなってあのお気持ち分かりますかって分かるはずない君にって娘がいないんだからってであのなんだろう と端合わせしなければいけない気持ちを考えたことあるのかねみたいな風に <laughs> そういうじゃあそんなそんなおっさんにキレられる若者の気持ち考えたことあるのかいって話なんですけどあこれ話が通じないタイプのやばいやつだっていう,もうこの父さんはしんどいぞってカオルちゃんが隠そうとしてた気持ちが分かるぞってなるわけなんですよねで君さっき薫が今日仕事って言ったよなカオルの仕事を一目でいいから見てみたい お願いだ、君同じ編集部なんだろう連れてってくれっていうふうに言うわけなんですよね。いやいや、無理,無理です、無理ですって。薫今日仕事でめっちゃ忙しいんですかって。言うわけなんですけど、もう嫌じゃん、嫌じゃん。連れてってくれないと嫌じゃんっていうふうに、こう、空港で、ただこね始めるわけなんですよね。みんな見てるわけなんですよ。で、いやもうい年した大人が、30歳の娘を持つ親がやることかってなるわけなんですけど、もうお父さん分かりましたから、案内するから、その、やめてください、恥ずかしいって言ったら、 お父さんもよしじゃあ連れてってくれっていうふうにそのなんかもうすごい切り替えの速さでなんかも読んでて腹立つんですよねこのおっちゃん <laughs> でそのままあの雑誌の編集部に行くわけなんですけどであの本館と新館の2階あの2つ建物があって薫ちゃんが今急いで働いている新館じゃなくて一旦本館の その事務仕事とかやってる場所に通すわけなんですよね。そこで、もう深夜、お前今日休日なんじゃないのって、同僚とか先輩とかが声かけてくれるわけなんですけど、そちらの男性はって、ルちゃんのお父さんに目を向けるわけなんですよね。あどうも、ルの、ルの父ですっていうふうになるわけなんですよね。で、今、あなた方、ルさんがどうたらこうたらって言いました。ルの、ルがどういう働きぶりなのかご存知なんですかあの、よく知っておれあの、 よくご存知なんですかって一緒に働かれていたんですかってカオ薫の話が聞きたい教えてもらえませんかっていうふうになるわけなんですよねああもうめんどくせえなっていうふうに新薬は思うわけなんですけど同僚たちは心得たもんであのまあ春の話を聞いてくれるわけなんですよねそう薫の,の話を教えてくれっていうふうに言いながら私は海外でこういう脚本を書いててみたいなふうに自慢話を始めるわけなんですよねでその 自慢話もその出まかせとかその強がりとか嘘って一瞬で分かるようなもんなんですよねで同僚の一人が腹が立ってその大人の、ま、腹が立つというかもう虚しくなってその大人が子供じゃなくていい年した大人が「自分すごいぞ」って嘘でま任せを言ってるのがとうかそういうなんかろくでもない大人を見たら,ちょ,っと懲らしめちょっと懲らしめたくなって同僚は「あ素晴らしいですね」ちなみにそういう。 業界のお仕事って一体ギャラってどれ聞いたら春は「えっいやけど私はその制作初期段階に関わったぐらいだからあの名前は出てなくて、まあ、ギャラもまあそこそこぐらいかな」って「いやいやいやこれだけの大きなプロジェクトなんですから多分相当弾んだんじゃないですかねぜひ高額のために参考としてお,お聞かせ願いたいんですけど」みたいなふうになってその同僚を先輩が小づいてで新薬もすれあのまあ あすいませんさっき対応さ急な対応してもらってありがとうございますって言うわけなんですけど同僚たちもやっぱ許せねえんだよなああいう中身すっからかんな大人が選ぶってるのがあって確かに薫があの父ちゃん死んだっていうふうなふりに従,るの従った気持ちが分かるわってなるわけなんですよねで信也くんが「すみませんご迷惑をおかけしました」っていうふうになるわけなんですけどそしてその新刊の方の仕事で忙しい 薫ちゃんの職場に「お願いだ薫を一目見たいんだ」っていうふうに言ってくるわけなんですよねもうここまで来たら、けど春ルはあの薫さん薫ちゃんは忙しいから遠くで見るだけですよって言うわけなんですよねでなんか職場の上司というか先輩の人が「あれ新也くんじゃないの?」って女性の方が言うわけなんですよねそちらの方は「薫のお父さんです」って「あそうなの薫の働く姿を一目見たい」って「へえ薫薫ちょっと来なさい」っていうふうになるわけなんですよね で薫ちゃんが来て目を見開くわけなんですよねしんやくんお父さんなんでいるの私仕事って言ったよねってなるわけなんですよね早く帰ってよってなるわけなんですよでもう取り付く島もないからあのお父さんもいや違うんだ俺は一目働く薫の姿が嘘ばっかりってもう信頼 ずーっと嘘つかされてきたから愛想つかされたわけなんですよねちょっとうまいこと言ったっていう顔になっちゃったんですけど <laughs> もう信頼貯金がゼロなわけなんですよでお父さんはもうがっくりと子供のように叱られた子供のようにうなだれるお父さんの背中を見てかわいそうだなっていうふうに思いながらお父さん帰りましょうって照子さんの家にるちゃんの家に帰りましょうっていうふうになるわけなんですよねでその照子さんって久しぶりに雑談するわけなんですけど またそこででもも自慢話とかありもしなないいいせをいっぱい言うわけなんですよね。ただ照子さんはもう離婚してるっていうのもあって子供のほら話を聞くのと同じようにああそうああそうなのねっていうふうになんか優しい目というかもうむしろもう対等に話してないんですよね聞き流すモードに入ってるわけなんですよねああそうかこうやって他人だからこそ他人になったからこそこうやって照子さんは会話できてるんだなって。 新薬は思うわけなんですけどでその時にその「俺のこの服も似合ってるだろ」うみたいなふうに言うけどそのヨレヨレ,ヨレなシのシャツを見てその「シャツは新品に買えないの?っねっっっい」って言うわけなんですよねそして夜に薫ちゃんが「帰ってきました」とでお父さん見るなり「帰ってよ」って顔も見たくないって言うわけなんですよねその春がいくら違うんだ俺は薫の働く姿を一目見たかっただけなんだ それだだけけけなんだっていうわけなんんってうわですけど嘘ばっかりどうせ仕事がないからコネクションとして編集部で働いてるっていう私の話を聞いてどうにか仕事がもらえないから打診しに来てたんでしょって私のことなんてどうでもいいのに私を打診に使って自分の生きる方法を探そうとしてたんでしょって顔も見たくない帰ってよって春のそのボロボロのトランクを玄関にボーンっていうふうに放り投げるわけなんですよねで まあ信也くんは「はるさんせあのもう今日は多分会話にならないから会話ができないからこの家を出ましょう」って言うわけなんですよねでボロボロのトランクからボロボロの荷袋が出てくるわけなんですよねで「そうだな」 今日は本当は近くの高級なホテルを撮っててみたいなふうにまたまたウで取り作ろうとしてるから「お父さんもう嘘はいいです」ってどうか私の好きな人のお父さんを尊敬できる人でにさせてくださいって言うわけなんですよねで春さんはすごい悲しそうな顔で「そうだなホテルの件は嘘だった」ってホテルの件もうなのにそこでまた強がり やっぱり、うん、もうずっと強がって競栄を張って生きてきたからそう簡単に人間は変われないわけなんですよねでその新也くんもその高級ホテルの部屋を取ってる人がこんなボロボロの寝袋持ち歩いてませんってハルはもし家を追い出された時のためにその辺で野宿をするための,そのホテルに泊まる金なんてないからね野宿をするための寝袋 持ち歩いててたってわけなんですよねで、信也くんは「僕の家に来てください」って「実家で母父はもういなくて死んでて母親と大学院生の妹がいます」ってで「父の部屋を使ってください」って「アメリカに帰るまでの間」って言うわけなんですよねでまあ春がなぜ薫ちゃんに一目会いたかったのかというと実はもう病気でというか怪我で。 視力を失だからこそこの目でこの目が光を失う前に少しでも長く照子さんとるちゃんを見たかったわけなんですよねで帰りたくなってたわけなんですよそう春は娘が学校で嘘つき呼ばわりされた自分の不甲斐なさによってか自分が嘘つきだからねってことを悔やんでるし娘を嘘つきにさせたくないだから本当に成功する人間になろうっていうふうに思って アメリカンドリームを夢見てアメリカの方に行ったわけなんですよね。ただ日本で有名になれなかったやつが他の環境で有名になれるわけないじゃんって話でその日本でまあ A.D. とかその脚本書く以外の下っ端とかも多い安定した職じゃなくて海外に行ったわけなんですけど海外で食っていくものにも困って結局その A.D. 以下の雑用とかでその日暮らしをしていたわけなんですよね。 でそれでただ年齢だけいたずらに重ねていって追い打ちをかけるようにリちゃんから娘からそのもう有名じゃなくてもいいから私怒らないからお金持ちじゃなくてもいいから帰ってきてって言うわけなんですよねただ春は自分のプライドが許さないからいうか認めることができないから自分がダメだということをねだからより海外であの帰れなくなってたわけなんですけどでそんなある時 その照明が落ちてきて女優さんをかばって春が怪我をしたんですよね。でまあ職場の偉い方たちはよくやってくれたって感じであ,の、まあ春が怪我したことに対して多額の保証とかもしてくれたわけなんですけどただその後遺症として視力を失いかけているよってお医者さんに言われてまあそのもう自分の夢に幕を下ろす。 夢を諦めるるる理由がこんんななな形ででとはっていう風になるわけなんですよね。だからもう目,目が見えなくなる前に娘に会いたいっていうふうになって帰ってきてたわけなんですよねそういう本音を聞いて信也くんは薫ちゃんに対してどうかあんたの父親と一度だけでいいから会ってあげられないかっていうわけなんですよね食事とまでは行かないけど空港の見送りとかいうわけなんですけど ルちゃんはそのただ裏切られただけただの被害者なのになんで私が毎回譲歩しなきゃいけないのってなるわけなんですよねまあその理由はルちゃんのお父さんよりもハルよりも断然ルちゃんの方があのまだ話が聞くまあ聞く身分を持ってるからまともな人間だからなんですよねお父さんはなんかそのなんて言っいいのかなまあアダルトチルドレンというか年齢の割に中身つっからかんなまま大人になっちゃったから会話にならないけど りちゃんの方がまだ交渉の余地があるからみんなりちゃんに大人になれよって言うわけなんですよねなんで私の方が売れなきゃいけないのっていう私はただお父さんに一言謝ってもらえればそれでよかったのにってなるわけなんですよね有名な結婚家じゃなくてもいいから一緒に言ってほしかっただけなのにそれができなかったお父さんに対して一言その嘘ついてごめんって言ってくれたらいいのにかおりちゃんはもうこれ以上お父さんの嘘を信じて傷つきたくないわけなんですよねお父さんが ちゃんに一目会いたたたかかっっって言って言ももそれれがまた嘘かもしれないで仕事を取りに来てたのかもしれないお父さんはもう嘘しかついたことがないからまた私を騙すんでしょっていうふうに思ってたわけなんですよねお父さん信じて結局仕事を取りに来たっていうふうになったらまた私は傷つくってそれが嫌なわけなんですよね、うん、でちょっとマインドマップの内容さっきお話ししちゃったんですけど後遺症が残ったということとか二度と見えなくなる前に目が見えなくなる前に薫ちゃんに、ね、会っておきたいから。 帰っってきたかったかとそういう話を聞いた上で信也くんがある日その家に帰ってきたらなんと春ルが信也くんのお母さんと妹アスナちゃんにドラマを見せて「この脚本は俺が書いたんだぜ」みたいな風にまたホラー吹き始めてたわけなんですよねで「こいつマジで懲りないな」って「お父さん」って「何やってんだ」って言うわけなんですよねあんたが嘘だ嘘言ってるってことはもうみんな分かってるんだよって。 薫はあんたの嘘でずっと傷ついててずっと謝ってほしいと思ってるのになんでまた嘘を重ねるんだって言うわけなんですよねだってお父さんはいたずらがバレた子供のようにあのすごいショックを受けたような顔をしていていや嘘ついたのお前だろって感じなんですけど、まあ、取り繕っていたものを全部引きあがされて自分はごまかせていたと思っていてもごまかせていなかったんだってこととかもう現実に耐えられなくなって家から飛び出すわけなんですよねもう小学生の 情緒の扱い方じゃんって感じなんですけど <laughs> でまあ妹のアスナちゃんがその追いついて話を聞きに行くわけなんですけどその後ろからその陰からしんやく君がこっそり話を聞いてるわけなんですけどまあハルさんは正直に打ち明けることが怖いっていうわけなんですよね娘に自分はダメな人間だっていうことが怖いとそれで嫌われるんじゃないのかって ただその、まあ、弱くて才能がないダメな人間だということを話してしまうと嫌われてしまうんじゃないかと思うけどアスナちゃんは実際は弱さを受け入れて正直に話してくれるお父さんの方が多分今よりもずっと薫さんはあなたのことを好きになってくれると思うわっていいこと言うわけなんですよねでその 真く君は薫ちゃんに対して、まあ、これまで電話とかでも話してたんですけどやっぱもう一度会ってくれないかってここで一生会わなかったら多分あの、まあ、お父さんのためにお前に譲歩しようって言ってるんじゃなくて将来薫が後悔しないためにお前のために会ってやってくれた許せない気持ちも分かるけど一言話しておけばなって親父がお父さんがもう二度と死んであの会,え会えなくなってしゃべ喋れなくなって話せなくなって。 目が見えなくなってしまってから後悔するよりはせめて会っておくことが薫が後悔しない生を送るために重要だと思ってこの話をさせてもらってるって信也くんが言うわけなんですよね薫ちゃんが分かった信也ありがとうっていうふうに言って春と薫ちゃんと照子さんお母さんが一緒にご飯を食べるわけなんですよねそして その翌日ハルはまた空港でアメリカに戻るわけなんですよ。しんやくんはハルに対してそのダメな自分をその弱い自分を受け入れたハルに対してその出会った当初は僕の大好きな女性のお父さんを尊敬させてくださいっていうふうに言ったけど今は正直に言えますあなたを尊敬していますとそうやっぱり弱さを受け入れることもまた強さなんですよね そして俺の大好きな女性の香りを産んでくれてありがとうというわけなんですよただ春さんは「俺の娘を頼むぞ!」って怒鳴りながらゲートをくぐってって話が「終わり」っていうふうになるんですよねいやーどうすかどうすかってすごい雑な感想なんですけどどっちの話も面白かったですよね特に後者の方がなんか胸が締め付けられるけどやっぱそういう大人も世の中にはいるし 自分の家族がそういうまあ老害だったりとかどうしようもない大人になっちゃうってる人もたくさんいると思うんですけどで僕はもうそういう自分の親がとか家族がそういうふうになったら、ま、もう無慈悲に全く助けるつもりはないって日頃から言ってるんですけどただあのまあ信也くんとか薫ちゃんとかはそういう親と真剣に向き合ってぶつかっていくっていうところとか,なんか素晴らしいなって尊敬するなっていうふうに読んだと思いました。 そしてまあ人間は何歳からでも変われるとそして変わるためには自分の今の現状がいかにダメなコミックス人間なのかっていうのを受け入れないとダメなんだよっていうこと,、ね、ことを改めてこのヒア・カムズさんのパラレルの2つ目の話で痛感しました皆さんは今回のお話どういうふうに解釈しますか自分の好きなキャラとかあのどっちの話が好きとかぜひコメント欄で皆さんのアウトプットを聞かせていただければなっていうふうに思いますということで今回は以上バイバイ